日本のお医者さんが医者になるために勉強する教科書、医学書というのはこれ本屋さんで全て買えるんです。全部片っ端から買ってきたそうです。医学部で使う教科書全部買ってきて片っ端から読み始めました。でもこの医学書って読んだこと見たことある人ってわかると思うんですけども、初めて目にするともう新聞幹部です。日本語なのこれみたいな。そしたらフランス語の方が読めることはないかな。けどでもあんまり変わんないんですよ。中国語とかの方が分かりやすいかもしれない。漢字でやるからなんとなくこういうなんかの、こういうのね、本当専門用語だらけなんですよ。何書いてあるか全然分からないんです。だから基礎医学の知識が必要なんですけど、坂戸先生もちろん全く分かんなかったんです。だからじゃあどうしたか、そこで諦めないんですよ。医学辞典を買ってきて、分厚い辞典を買ってきて、一つ一つね、文字の言葉の意味を調べながら勉強を開始したんですよ。だから読む読書というよりは解読ですね。解読みたいな感じで、あ、これはこういう意味なのか、一部分一個、ね、やりながら、そんな風に時間をかけて読んでったので、これだけの本を読むのに丸々1年かかったそうです。1年かけて全ての本を読みました。分かったことが一つあるんです。それは腰痛の治し方がどこにも書いていなかったんです。